こんにちはアマゾン室サポータータ堀秀夫です今日は副業には eBay より Amazon 室が優れているわけ。まあそれについてお話し,します、まあ。私がおすすめしている、えー、オーストラリアアマゾン室。Amazon、まあの FBA という仕組みを使いますので、えー、梱包、発送、えー、そういった作業は、えー、一切やる必要がありません。Amazon が行ってくれます。そして これね、今日の Yahoo ニュースに出てたんですけど、まあ、日本国内、宅配配達員が勝手にサインして、限界前に荷物を置いてったらそれなくなっちゃったというような記事が出てましたけど、これ海外では当たり前にあります。あのサインが必要ってやってても、もうそのままサインして、配達員が勝手にサインして置いてっちゃうというのよくあるんでね。まあ、えー、たまたま、あ、これいいじゃんという人の目に留まったら、 え、その、購入者には届かず、商品を送ったことになっているのに商品届いてないというようなクレームになります。また、まあ、配達員による、まあ、えー、荷物の中でね、今、今というか、まあ、荷物には何を送りましたという一覧がついてますんで、あ、まあ、これいいじゃんということでね、豪、え、華、ー、なものだけを抜きちゃ、抜き取っちゃう配達員もいます。だから、eBay やってるとね、届いてるのに届いてないと言い張ってるとか、 高価な品だけ抜けてると言われたとか、いうので、も完全に購入者を疑うケースが多いんですけど、まあ実はそうじゃない。まあ、海外の配達事情を考えると、まあ購入者はね、まあ本当に届いてなくて、途中で抜け取ら,抜き取られてる可能性もあると。まあそうなると、ね、結局、届いてないものを送ったと言って、お金を返金しない、あるいはね、減額しないわけですから、まあ悪い評価がつくと。 eBay なんかね、えー、悪い評価つくと結構致命的なんで、まあ、せっかくコツコツやってきたものが、ね、配達の不備によって、えー、悪い評価ついて、まあ、アカウントが、えー、使いにくい、売りにくいアカウントになってしまうということがあります。Amazon の場合は、梱包発送をね、えー、Amazon がやってくれますから、まあ、同じ商品を100個、あるいはね、えー、人によっちゃ1000個とか売ってても、まあ、それほど負担にはならない。 まあただ、ebay の場合、自分で梱包発送しなきゃいけないことになりますんで、まあ、どうしてもね、一個一個が安い利益だとやってらんないと、ね。全く採算合わないということになるんで、勢いにね、高額品を扱う傾向があります。そうじゃないと利益出ないと。まあ、そうなってくると、ますます抜き取りが多くなる。特にね、今、アメリカ、 アメリカにやっぱり商品を送るケース多いと思うんですけど、まあアメリカね、えー、景気悪くなってますんで、まあそうなると配達員なんてね、えー、安月給でやってるよりもその抜き取った品をね、えー、ebay で売ると、ねえー、盗んだ品を売った方が全然稼ぎがいいというふうになると、まあ抜き取りは増えますし、ヨーロッパでも同じような状態です。まあ一方、安い商品を大量に売る FBA を使った Amazon 輸出は、まあ2つダメージがほぼないと。何しろね、 盗んで売るったって手間かかる手間でかかってしょうがないんで、まあ、そんなもんわざわざ抜き取る、えー、意味がないというようなケースがありますまた今私が進めてるのはオーストラリアアマゾンなんでオーストラリアの場合景気がいいんでね、まあ、配達員もしかも給料高いんで面倒、まあ、くさいからサインして置いていっちゃうってことやりますけど、まあ、抜き取りリスクは他の国に比べると、えー、段違いに低いというのがあります だから FBA 納品の時の抜き取りもあまり心配がない。で、さらに FBA を使った販売では Amazon が梱包発送するんで手間かからないと。で、万が一二つ事故があったという場合でもね、FBA を使っていればそれは出品者の責任ではない。Amazon の方で配達の不備だということだからアカウント傷つかないという、まあ、やっぱりね、ストレスを少なく リスクを減らして稼ぐことが可能なのが a m a z o f b a を使った Amazon 輸出なんでまあ時間が限られてるそしてね限られた時間でやっていってねそんな届けたのに届いてないそんなこと言われたらやんなってやめちゃったりするケースが多いんでまあそういったね続けやすいといった点でもね副業には eBay より Amazon 輸出が優れていますまあなるほどそうかとねえー今 e b a やってるけど確かに最近そういう事故が多いね あるいはね、輸出やろうと思ったけど、昨夜から始めようと思ったけど、アマゾンの方が良さそうだねという方は、こちらの一番上までスクロールすると、メールセミナーというのがありますんで、こちらをクリックして、メールアドレスとお名前を記入して登録するボタンを押してください。オーストラリアアマゾン輸出のサポートの募集、あるいはどんな商品が売れるか、まあ、気をつける点とかね、そういった情報を無料でお届けしています。 ご登録お待ちしています以上 Amazon 輸出サポーター堀秀夫でした